こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。今日は見慣れないレンズとよく見たことがあるレンズ2つ並んでるわけなんですけども、ここに並んでるのはトキナーの ATX-M1118mm F2.8 ソニー E マウントのものなんですが、こちらが皆さんよくご存知の黒仕様、そしてこちらが今健康トキナーの中野の本店に展示が始まりました、そしてオンラインショップでも発売がされているというホワイトエディションですね。白い鏡頭のレンズって本来は1980年代くらいだったかどうかはもうちょっと前だったかもしれませんけども、長望遠レンズ、長望遠レンズで撮影するときにどうしても鏡頭の温度が、例えば甲子園球場のような夏の暑い最中でどうしても面積が大きい長望遠レンズの鏡頭が黒い色をしていると熱を吸収してしまってという問題が発生するのを避けるために白くしたというのがきっかけだったと思うんですけども、レンズメーカーではね、白い鏡頭というとシグマさんが1980年代で80年代、私がね大学生ぐらいの時も何か作ってたという、確かね当時のシグマさんって、グレーとグリーンとホワイトの3色選べるみたいなこともやってたと思うんですけども、今回のトキナーはそうではなくて黒いボディに対してホワイトエディションが出たということですね。なんで唐突にホワイトエディションと呼ばれるかもしれませんけども、健康トキナーのグループの中に、まあ最近ですけども、もともとこのホワイトのカラーの長望遠レンズを手掛けてたというのが、まあグループの中に入ったからということなんですけども、やっぱりねこれそういう本当に日本の技術で白く塗装されているので、表面アップにしてみるとですね、すごく綺麗な仕上げで白い塗装がされているんですね。しかもこの11、18だけじゃなくって、もっといろんな バリエーションでトキナーは用意しているんです。というわけで改めてトキナーで用意しているホワイトエディションのバリエーションですね、全部で 1,2,3,4,5,6,7 モデルあるということなんですけども、このソニー E マウント仕様の 1118ATX-M はこれ1本だけということなんですが、他の6本はというと、一眼レフカメラ用のシリーズ ATX-I シリーズのレンズということで、こちらが1120ニコン F マウントとキャノン EF マウントということで、1120に対して1116、これもホワイトエディションあります。さらに 100mm マクロですね、ニコンマウント、キャノンマウント、それぞれホワイトエディションを出しているということなんですね。ホワイトエディションでこのマクロレンズだと鏡頭が伸びていくところはどうなるんでしょうかというと、あら、ここは黒いんですね。こういった形でホワイトエディションなんですけども、鏡頭伸びる部分は黒でできているということですね。はい。まあ、あと、フォーカスクラッチの機構が入ってたりするんですけども、そのフォーカスクラッチの面も綺麗に白く塗られていると。いうことがわかります。今回 ATX-I シリーズ、まあそれ以前の ATX シリーズの時のに比べると、このピントリングのパターン、何かが変わっていますから、こういったデザインはこの白いボディの方が似合うという感じがしますね。まあ非常にかっこよくなった時のATX-I シリーズのレンズと ATX-M の1118ということで今回出てきました。そしてね、レンズキャップがですね、ATX-M シリーズ、黒いものだと、シネマ ATX 以降、今のビスタもそうなんですけども、映画用のトキナーと合わせたブルーの文字が入ったレンズキャップなんですけども、このホワイトエディションに関しては、レンズキャップがシルバーバージョンを使っているといった、こういった細かい配慮もされているということですね。で、気になるお値段なんですけども、ほら、メーカーによっては過去にほらブラックとホワイトと両方出した時にはホワイトエディションがちょっと高いっていうのをやってた会社もあったような記憶がありますけども、今回のトキナーはホワイトエディションはブラックバージョンのレンズと同じ値段で販売しているということなんです。健康トキナーの中野本店、サービスショップ中野本店でこれらのレンズ手に取ってご覧いただけます。またオンラインショップでも販売中ですので、ぜひホワイトエディション気になる方、チェックしてみてください。